はい、どうもこんばんは、ライバロリーです。昨日の対戦動画の続きですね。初戦の相手のユウさん、対戦よろしくお願いします。相手のパーティーがサソリ、デブ、ぬいぐるみ、ピンクハゲナスビ、ナメクジ、タケノコということで、これギャラドスで待ったら全部破壊できると思うんだけど、アグノムでステロ巻いてランドギャラで詰めるみたいな動きにしますか。あのヌオーがね、特性天然でこっちのポケモンの積み技を無効にするっていう性能を持ってるんですけど、メガギャラドスの特性型破りはヌオーの特性天然を相殺して、積み技を使うことができるので、まあ多分ね、相手のパーティーギャラドス止めれるポケモン一匹もいない。まあ無理やり鉄格屋で対面させてなんとかするぐらいだと思うんで、ミミッキュ、こちら初手アグノム、これ出し負けですね、圧倒的出し負け。いや待ってよ、これさ、相手ミミッキュ、ま、いやー、剣の前から入ってくるから、剣の前から入ってこられたらもう終わりなんだけどこれ。でもこの対面って多分剣の前から入れるからやべえな。これ剣の前から入られると、剣の前ってもうめちゃくちゃ言ってるけど、とりあえず剣の前されたらやばいって話なんですよ。剣の前されると、まあ、ここトンボから僕ランドロスを投げる予定なんですけど、まあ、威嚇を入れたところで攻撃力がプラス1上昇と。で、今回連れてきてるランドロスが、あんまりその HP に自信がある方じゃないんで、ワンチャンその剣舞からのミミ Z とか打たれると、ワンチャンっていうか、ま、普通に飛ぶ可能性があるのがちょっと怖いところでありますが、まあ、ここ殴ってきてくれるんだったらいいんですよ。剣の前が嫌だなっていう、そういうお話なんで、威嚇を入れていきます。さて、相手のミミッキの行動は、あ、Z 切ってきてくれましたね。どっちだ？ミミ Z、ポカポカフレンディングタイム。あー、まあまあ、OKOK。次のじゃれつく耐えるな。で、ここ、撃ち落とす？撃っとくか。剣の前撃てないでしょ、ここは。なんかワンチャン、鉄火矢とか出てきたら後だから、撃ち落とす撃っといて、まあ、仮にミミッキに突っ張られたとしても、多分、剣の前じゃなくて、攻撃撃ってくると思うんで、まあ、ランドがそのまま押し切られた場合は、裏からランドロス、あ、ランドじゃない、ギャラ投げて竜舞しようと思ったけど、あ、ヌオーか。クソ、鉄火矢だったらアドだったのに。来た、ナメクジ。撃ち落とす。これ、Z バレそうだな。Z 。でも、ランドロスにヌオーだから、グライオンとか、鉄火矢はいなさそうなイメージだけど、ラストゲンガーとか、ラッキーとか、どっちかな気がする。むちゃくちゃ眠いんですよね。生放送やった後に、あー、Z 読まれた。これ絶対 Z 読みでしょ、これ。やられたんだけど、マジで。まあいいや。生放送やった後に、まあ、まあ2時間半ぐらいか。生放送やってて、ちょっとやって。もう言葉がもうぐちゃぐちゃになってるもん。眠すぎて。まあその後もずっとポケモンやってて、まあ今朝のね、5時ぐらいなんですよね。6時間ぐらい。100勝生放送やった2日後に6時間ぶっ続けてポケモンやってるっていう、完全に脳みそがポケモンに支配されてる。殺されてるわ。精神がポケモンに。さすがに Z だからミミッキュは飛ばせまして、まあ、ここからヌオーとか出てくるんですかね。Z からしといたらヌオーで、あ、ゲインガーか。あー、いやー、ちょっとこれきついな。この手のパーティーのゲンガーって多分鬼火持ってるんですよね。まあ、だからギャラドスを出していって、ゲンガーを、ギャラの竜舞の起点にしづらいっていう、鬼火入れられた後で、なんかヌオーとかに回されて、なんやかんやされるとめんどくさいので、たたり目はまあ状態異常じゃないけど、まあさすがに落ちますということで、アグノムからでいいよな、これ。鬼火もらったらあれだから。だから問題が、アグノムの再切れでゲンガーを倒せるのかって問題なんですよね。ちょっと待って。ダメ系していいっすか？アグノムの特攻が177、再起ね。ゲンガー、メガゲンガー、ダメージ156からか。ゲンガーが HP に努力値振ってた場合、ワンチャン落とせない可能性がありますね。挑発から入るべきか。挑発打って、ゲンガーに鬼火打たせないようにして、ギャラで竜舞して無理やり詰めていくってのは、まあ、一つ手としてはありかもしれない。いや、でもなぁ。いや、もうここ再起ねでいいか。相手がそもそも HP に振ってたとしても、乱数の振れ幅次第では倒せるし、そもそも努力値を HP に振ってない可能性もある。って考えると、もうここは再起ねを打って、もうアグノムのことを信じた方が早い気がする。挑発打ってなんか無駄なことを考えるよりは、もう再起ね、打ったが楽だと思ったけど、なんか相手引っ込めてきたんだけど、ヌオーってこいつ、アグノムの再起ね受けれるのか。これ、ヌオーってなんか蓄えるとか積まないとあんま耐久ないイメージなんだけど。受け入れてませんけど。そのナメクジ。
そのまま再起寝れるんだね。相手もちょっと想定外だったんだろうな。アグノムごときだったら無王で受けれると思ったら、受けれなくてビビってる。てか相手これあれか、アグノムの一応スカーフとかを警戒して無王に引いたってことですかね。原因が、マグノムはスカーフ持ちも結構多いですからね。これはね、さすがに勝ったかな。あとは適当に再起寝打ってギャラで詰めていけば、まあ、なんとか、催眠術？おい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 。久々見たわ、こいつ。いや、こいつじゃねえ。催眠打ってくるゲンガー。ああ久しぶりだなうん。うわ、身代わりや、やべ、相手やりたい放題じゃん。起きろ。ああやばい、ちょっと。いや、これ、下打ちじゃないです。下打ちじゃないです。訓練を終えて、久々に巨人に会った時のエレンの気持ちになったわ、今。急所。ちょ、起きないとこれ終わったんだけど。あ、起きる、起きる。挑発。で、これで催眠封じてって、まあ、ギャラで多分いけると思うんだけど。メガゲンガー僕もね、何回も使ったことあるんですけど、ヘドバクかける2で、メガギャラドス倒せないんですよね。メガギャラドスって結構耐久あるんで、でも毒ったら微妙か。ヘドバクプラス毒ダメプラスヘドバクは耐えれるかっつったら、まあ、微妙な気がしますね。いや、絶対耐えるから。気が向いたらダメ系のストックは。ギャラドスで、まあ、メガ進化しない理由はないですね。ヘドバクたたり目、催眠身代わりの方だと思うんで、まあ、メガ進化して、挑発打ってるから催眠も鬼火も飛んでこないのって、まあ、てか鬼火だったらもうたたり目しか打点ないから、まあ、そのまま勝てるのか。メガギャラドス。あとはもう噛み砕く2発で終わりよ。ヘドロウェーブ？あれ？ヘドロウェーブやばくね？あ、あれこれつ、え、ちょっと待って。あれ、終わりこれ。え、ヘドロウェーブ？あ、ヘドロウェーブは効いてない。マジかよ。ちょ、耐えろなんか間違えて耐えろマジ、バグれバグれ。めちゃくちゃレート落ちたんだけど。全然勝てねえ。勝てなさすぎて、パーティー変えたわ。ハーツさん、対戦よろしくお願いいたします。カバーリザテテフか。どうしようかなマンダを投げるか、ルカリを投げるかなんですけど、これマンダがね、リュウマイない方なんですよね。まあ、つまり、相手のテテフがスカーフとかだった場合、ちょっとマンダ出すのは窮屈になるので、これ、ルカリオ出すか強気に。ガルドとテテフ見といてルカリオ投げるの、バグってるけど。初手ルカリオ。まあ、テテフ来ると思うんですよね。僕のパーティー悪タイプいないし。ルカリオ初手出して、ルカリオが耐久に振ってるやつなんで、テテフの再起ね耐えるんですよ。まあ、だから、米パウンで返して出落ちさせて、まあ、あとはタスキ持ってるホルードと、化けの皮あるミミッキの怠慢性能で押し切っていくみたいな。それで行こうと思います。対戦よろしくお願いします。カバルドンがクソ舐めてるけど、まあ、ジャローだとロトムが圧をかけといて、相手がビビって出してきてくれないことを祈ろう。で、まあ、この対戦する前にちょっと腹減りすぎて、弥生県で飯食ってきたんですけど、僕、弥生県行くといつも、あれしか食わないですね。肉野菜炒め定食。あれを食ってるとなんか、野菜を食った気分になって、てっかくや野菜を食った気分になって、なんか、健康になった錯覚を起こしますよね。また健康になってると思うけど。交代できないんでこれインファで突っ込みます。まあ、さっきも言ったんですけど、ルカリオ耐久に振ってるから、インファで耐久下がった後、でも、鉄火屋ぐらいの火炎放射だったら耐えると思うんですけど。どうだろう。ルカリオメガ進化、インファイト打っていきます。まあ、これはさすがに半分入る。まあ、鉄火屋突っ張ってきてるから、ルカリオに打点あるってことなんだろうな。放射、じゃねえ、地震は死にそう。地震。地震は死にそうだけど、これ大丈夫？やべ。ちょっと待って。え？まずいまずいまずい。裏のポケモン、鉄火具屋に弱いんだけど。ビーストブースト。あ、オッケーオッケー。映画上がるんだったらまだいいか。防御とかが上がってたら終わってたわ。ミミッキから入るか、ホルードから入るかだけど、ホルードかな。ミミッキの化けの皮を大切にする立ち回りをしましょう。まあ、多分ね、
あんまり耐久に振ってない鉄火ガヤだと思うんで、ホルードの冷凍パンチで倒せると思うんだけど。いや、これ落とせなかったら負けっすよ。インファであのダメージだから。おー、強いおっさん。いいね、いいね、いいね。で、あとは裏。カバルドンがいたら終わり。あ、スイキュンか。カバいたらカバ出してくると思うんですよね、ここ。てか、鉄火ガヤ、カバスイキュンっていう選出弱すぎるから、ラストがカバルドンは絶対ない。ラストは殴って来れるポケモンなんで、まあ、リザードンかな。個人的にはリザードンが一番ありそうかなっていう気がするけど。自信がスイキュンに対してどれぐらい入るか。あ、まあ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 。熱湯。これ焼けたら終わり。焼けたら終わ、終わり。あーい、あーい、地震で。小風邪とかの方じゃなくてよかった。とりあえず、ホルードがスイ君に対して地震2発入れてくれたのは、まあ、かなりでかい。つまり、このポケモンバトルすげえな。お互いポケモンがさ、1匹ずつ消えてってる。ラスト、まあ、僕のバケノーカー持ったミミッキュ VS 相手のラスイチのポケモンだから、このポケモンバトル簡単ですよね。なんかお互い交代を一切読んでないから、なんかもう、思考停止でなんか対戦進めてるだけで、前に進めていくというか、まあ多分地震であのダメージだったから、ジャレで落ちると思うんだけど。は？ちょっと待って。あれ？あれこれ、終わった？やけどしない、化けの皮ないミミックで相手のポケモンラスト誰に勝てるっていうんだ。リザだったらこれ終わりなんだけど。ちょっと待って。嘘だろ。ミミッキュのじゃれつく弱すぎだろ。ホルードの自信逆に強すぎでしょ。ビビってるわ。スイ君倒す。うわ、なんかギルガルドとかでゴースト Z9 所ぐらいしか勝ち筋ない気がするわ。あ、テテフか。テテフワンチャンあるな。テテフがミミッキュより遅かったら、そもそも上からゴースト Z 打って終わりだから。うわ、スカーフとかタスキじゃないことを祈るしかねえな、もう。うわ、終わった。最近ね、耐えないか、てか。臆病とかだったらワンチャン耐えそうだけど。くらい今何つったか自分でも分かんなかった。神つったんですけど、聞き取れてたでしょうか。これはさすがに、いや、待てよ、これ違う、じゃ、助けの可能性あんのか、テテフが。助けだったら負けか、結局。控えめテテフの最近のとかだったら、ミミッキュなんか落ちるイメージなんだよな。耐久に振ってないミミッキュ。ってことは、こいつ性格臆病の可能性があるから、助けの可能性がまだあるっていう。おいくらいミミッキュが結局最強であると。対戦ありがとうございました。ちょっともうさすがにね、6時間ポケモンやってたんで、そろそろ寝ようと思います。皆さんおやすみなさいませ。